すぐしよう。よし、じゃあ今から3球やります。152.2。153.6。練習させてください。どうぞどうぞ。192。171ですね。184.8。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。はい、すごく素晴らしいスイングだったんですけども、やっぱりちょっとウェッジとかアイアン系は、ちょっとやっぱりこう左に引っ張ったりとか、あとやっぱりちょっとボールが高いんですね。高い。はい、そう高いの嫌なんです。ね、クラブがやっぱりこう上向いて当たってるかなっていう感じがするんですよ。はい。はい、逆にフェアウェイウッドとかドライバー長くなってくると今度はこういう風に当たってしまうので逆にこうボールが上がらなくなってしまうっていうような傾向がやっぱり多く見られてますので全体的にこうやっぱり少し左に引っ張りながら左に行きたくないっていう風な感じで振られてるのでここをじゃなくて今度はこう右に振りながらしっかりと左に飛ばすっていうような組み合わせでスイングを作っていければ全体的な流れがすごく良くなってくるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。なんかすごい悔しい部分とかめっちゃあったけど、でも、もうすごいダイナミックでパワフルでありがとうございます、はい、羨ましいです。そうなんかいつもゴルフ見てくださる、その方観客として見てくださる方があなたうまいうまんねって言ってくれて声かけてくれるんですよ、だからなんかそういう方がもっと増えればいいなって思うの で、 そうですね、はい、頑張りたいと思います。頑張りましょう。お願いします。お願いします。
OK ですね。ありがとうございます。